ニュースピックアップ。この時間は月刊誌ムーの編集長三上武雄さんに世界で起きているマカ不思議な現象についてお聞きします。三上さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では今発売中の月刊ムー6月号のムーホットプレスからこちら。 ネッシーが久しぶりに現れた何かこう待ち望んでいるという感情が伝わってくる表現ですよね三上さんイギリスのスコットランドにあるネスコで今年の3月30日久しぶりにネッシーが出てきたそうですねそうですねちょうどまあいわゆるドキュメンタリー作家の方が車で ちょっとその小川を走っていたところ<え>なんか湖面になんか岩のようなものが見えるとはいあれと思って見てたらそれが動いたんで<え>あひょっとしたらネッシーじゃないのっていうことでなんか映像撮ったらしいですねそうあ映像があるんですねやっぱりねそうだねええー、でその目撃から5日後の4月4日遊覧船に搭載されたソナーが水中を移動する巨大な生物をこちらもキャッチしたそうですね そうですね大体水深25メートルぐらいのところに、全長大体こう9メートルぐらい、<え>この9メートルぐらいっていうのがまさにですね、ネッシーのサイズなんで、はあ、9メーターがネッシーのサイズ大体このぐらい。はい、でそれがこう見つかったんですか、ソナーがキャッチしたこれね、最近ですね、<え>去年、去年、おととしもそうなんですけど、ソナーに結構こう、いわゆるネッシーっぽい影がですね映るっていうケースがですね<え>続いておりましてですね。ええなので 今回もおまたしてもそなんなにっていう感じですねでもあの今年に入ってなかなか目撃報告がなかったってことなんですけどこれはどういう理由なんでしょうかそうですね目撃そのものはやっぱり人がいなきゃいけないっていうのと、はい、もう一つはやっぱり冬ですね季節的なものがあるんじゃないかっていう話になりますねー、えーえー、熱心ってやっぱり活動は寒いと鈍ったりとか冬眠したりするんですか まあもちろんね、その正体とはいろいろ言われてるんで、魚だったら逆にね、海、はい、のほうがも結構ね、はい、活動というか、声太ったりするんですけれども、えー、もし仮に冬眠みたいなことをしてるとするならば、まあ、そういう魚類ではないか、の可能性もあるのかなと、そういう分析も、まあ、ありうるかなというふうに一部では巨大ウナギだとかこう、いろいろいわれてますよね、ネッシーって。 ネッシーと言われているこの巨大生物が、一種類とは限らないね、はあ、確かにその巨大ウナギ、ウナギって結構巨大化しますんで、ええ、本当にこんなに9メートルぐらいになるようなウナギがいるのかもしれないそれだけでかいということは、それだけ、まあ、いってもモンスター性があるということで、ユーマ、ネッシーの正体の一つと考えてもいいかなということは、三上さん、いずれにしてもやっぱりいるんですね。 そうですねもう、ええ、だって、えー、熱州はただ水中だけじゃなくて、ええ、陸上にも上がってきますからね。えー、そういう目撃例もこうたくさんあるんで、ええ、だからね、まだまだですねその正体というのはわからないですね、はい、さあ、続いてはですね月刊ムー6月号からこちら、ロシアの怪物、プーチン暴走の終着駅とは。 ウクライナへの侵攻によってロシアが世界中から避難を浴びる中、それでもプーチン大統領は強引なやり方をやめようとはしません。一体何を考えてどこに向かおうとしているのか。裏世界の情報からですね、このウクライナの今後などについて予見するといった内容です。プーチン大統領2014年にはご存知の方も多いでしょうが、クリミア半島これの併合前ですね。次の戦争の発射は AI 人工知能だと。 三上さん口にしたそうですねまあこれ、は世界的なまあ戦争のまあ常識というか、ええ、基本的にはもはや次の戦場は宇宙かサイバー空間である、はあ、特にあのサイバー空間での,そのまあ情報戦というか、<え>それっていうのは、いや例えばあのアメリカにおけるロシアからのこうサイバー攻撃、中国からのサイバー攻撃って結構話題になってますけれども、ええ、当然ながら、実際の戦争のになった場合には、もっと、 こう綿密にシミュレーションだとか、はい、相手のそういった諜報機関の中数部が入り込んで,です、ねええ、いろんな工作をするっていうのは当然であるという。ああ でそのほぼ無血でクリミア占領してその後、併合した例の電光石火の早業に世界は衝撃を受けました、まあ、宣伝、情報、ハッカーなどが開戦前に勝敗を決めるこういう考え方が注目されるようになったと言います、まあ、こうした情報戦をウクライナ侵攻前にも展開していたロシアなんですが三上さん、今回うまくいかなかったこの訳は何なんでしょう。 やっぱりはその前回のまあ失敗と言いますか、事実上、クリミア半島を占領されてしまったわけですから、ウクライナからしてみれば今回の危機に関しては、事前にこういったサイバー空間でおける情報に関しては、相当綿密に準備してたはずですね。例えば、ウクライナはこのロシアがこう攻めてくるというのを想定した上で、 アメリカだとか、イギリスとかの情報機関とかなり、いろいろやりとりというか。はい、まあ、ある種の罠みたいなのを相当仕掛けてたという話もありますね。はい。まあ、聞くところによると、あのイギリスのね、諜報機関なんかが、もう早めに察知して訓練してたなんて聞きますもんね。特に、えー、あのー、アメリカのバイデン大統領がプーチンの意向をすぐリアルタイムで、まあ。 彼はもう戦争を決断しただとか、もう。これから戦争が始まるっていうことをもう断言してた。リアルな情報を掴んでいたっていうも証拠ですね。あいや、そうなんですね。で、このロシア軍によるウクライナ侵攻プーチンの戦争だとも言われています。プーチン大統領は何をしたいのか？まあ、2つの演説からその思いの本質が理解できるとあるんですが、三上さん、これはどういうものなんでしょう？ これやっぱりですねソ連崩壊って一つ大きいんですよね、プーチンはそれを見ていた、えー、かつてのソ連の栄光、もっと言うならば、その前のロシア帝国の栄光というものを取り戻したい、はい、そのためにはこの西側、欧米、特に西欧諸国の,その価値観というものに対して、えー、やっぱりこ,うこのままではいかんという。はい 安テーゼとして、えー、ロシア側の本来の価値観をもとにロシアおよびかつての東欧諸国を、まあ、支配下に置きたいという思いが、えー、いううプーチンというその怪物はでものどういうふうに生み出されたのかあの中にはです、ね、柔道がなければ自分の人生がどうなっていたかわからないとこれ三上さん記しているそうですね。 そうなんですね。プーチン自体はあの裕福な家庭で育ったわけではないんですね、はい、かつ、ですね、その幼い時からその柔道をすごいこう真面目に取り組んで、ええ、結構ですね、こういったことに才能があった、はい、それをですね、どうも事議員のほうら、当時ですね、はい。それの k g のほうが目をつけてた。ええほ 最終的には、KGB の方にプーチンのほうがあの指南したみたいなことを書かれてたりするんですけれども、ええ、かなり早い段階から KGB が接触したみたいですねある種の英才教育を施って、大学、まあ、ちゃんとした学問、知識を得た上で、ええ、そのままもう、KGB にという。まあ引き抜いたという感じなんですね。そういう路線はできてたようですね。 そして配属された KGB 第5総局というところがですね、これ本家の KGB をしのぐ恐怖組織だったそうですね。いわゆる機密警察ですね。はあはあ、まあ日本でもね、えー、あったように、はい、ここがある種のお一番のおまあ国家体制に対する安全保障の要である。えー、なのでそのいわゆる体制側に反対するような。 人物だととか組織ってていいうのは徹底的に潰していくと、えー、プーチンなんかは、ここですごい、まあ、頭角を現して、はい、これ、後に東ドイツに行って、その秘密警察をこう組織するんですね、ほうほうでそこで、まあ、言ってみれば最強の強風警察を作り上げて、はい、そこでかつは、は外戦じゃないけども、ソ連に戻っていって、えー、KGB のあれで最終的に大統領までなった。 そういう意味です、ね。ええー、さあ、そして今回はですね、怪物プーチンという、こういうふうに故障がありますが、その怪物プーチンの源流となったのが赤石機関とあります。あの、日本の赤石焼きの赤石ですね。この赤石機関というのは何なんでしょう。これがですね、あまりあの、えー、知られてないんですけども、旧日本軍における、ええ、陸軍ですね、えー、陸軍の中に作られた情報機関。はい。 でこれ、明石元次郎という陸軍の武官がです、ねえー、組織したもので、<っ>今回です、ね、あの記事を書いてくれた司さんという方が、この辺詳しいんですけれども、この明石元次郎が、実はロシア革命を工作した可能性があるんでこう、ね、<ー>これね、結構、裏社会というか、そういう諜<っ>、まあ、報機関の世界では興味深い、まあ、人脈っていうのがあって。えー でこの明石元次郎ていうのは、結構、ヨーロッパの歴任というか、知ってるんですね、えーで、その間にイギリスの MI6、はい、これね、あの有名なあのジェームズ・ボンドってありますよね,、えー、ね、そのモデルになった人物と、実はすっごい親身にしていて、えーえーで、ロシアの情報もかなりこの人物からです、ね、入手して、えーで、かつ工作をやったっていうことがどう思う、えー おお本当らしいんですね<ー>これが後々の KGB につながっていく、ね、まさ、あま、にプーチンの思想というかその暴動のまあ、源流にもなったっていうは,はい。あとこちらも気になるんです戦争には常に脚本が存在してきたとムーには出ています戦争に筋書きってあるんですかあの戦争を始める時には戦争終わったそれを想定してすべて始めるんですよねは,ーは,ーはい もうあくまでも戦争というのは、まあ、政治の延長である、なので必ずその筋書き、はい、まあ台本みたいなのがあって、えー、その通りにどんどん展開していくんだという、えー、まあ,ある種の,その歴史観ではあるんですけれども、えー、改めてその朝鮮戦争だとかベトナム戦争をて見てみても、結局、その戦争というのはう、いわ東西冷戦の中でお まあ、両方の利害が一致するところで、まあ、妥協点を最初から見出しているという、はい、そういった見方、まあ、ができるというです、ね、えで、ーえー、でも三上さんこれ、今回のウクライナ侵攻に関してはこれ例えばですけれどもどういったところに筋書きって感じますかこれね、えー、いわゆるその戦争が始まる直前やっぱりここが重要なんですね。<ー> 侵攻が始まる直前に、バイデン大統領は事細かく詳細にプーチンのことを分かっていた、はい、戦争を始めた決心した、<っ>もう始まるぞっていうと、つまりこの時点で受かった見方をすると、<っ>アメリカはこの問題に対しては手を出さない、口を出さないので、はい、どうぞと、はい、そういった密約ができていた可能性がある。 だいたいアメリカっていうの最初からこう参戦しないんですね。湾岸、えー、ンン戦争の時も最初はもうアメリカはもう全然こを手を出さないといっときながら、えー、イラクが侵攻してくると最終的には軍を発見してみたいな、はいえー、だから今回もそのような筋書きがあるんじゃないかとなると三上さんこれプーチン大統領の終着駅というのはどこにあるんでしょう そうですよねもう始ま,、えー、始まっちゃった以上はという,う、まあ、プーチンっていうのは、やっぱりロシアっていう概念があるんですよね、すべ、はい、てはロシアでる、ロシアのない世界なんて何の意味があるんだっていうぐらい、<ー>で皆さん、ロシアっていうと、ですねこう3つあるんですよ、3つですか、ねはい、ロシアっていうこの名前ですね、元はルーシーっいうんですけども、ル、えーシーっていう国があったんですけども、このルーシーには3つある。えー 一つはベラルーシ。今でもありますね。昔は白ロシアベラルーシ。で、今のロシア共和国の名前はベリコルーシ。大きなルーシ。大きなルーシに対して小さなルーシ。マロルーシ。これがウクライナ。このベラルーシ、ベリコルーシ、マロルーシの三つをもってロシアなんだ。ルーシになう 思いがあるので、えー、ただウクライナが西側諸国に着くことだけは絶対に許さないというです、ね、<ー>思いがあるんだとん、ねえー、あそこなんですね、えーはい、えこんな驚きの話題が満載の月刊ムー6月号現在好評発売中です今朝は月刊誌ムーの編集長三上武晴さんにお話を聞きました三上さんありがとうございましたニュースピックアップでした